動画はやらないんですか？動画まで手出したら大変ですからね。動画やってますよ。やってるって言っても、あれですね。天使とか、ええ。ちょっと一時期いろいろやってたんですけど、ちょっと今スローダウンしちゃったんですけど、あれですね、YouTube で、この辺ですね、こういうやつ。テロンチャンネルか。ぜひ拝見いたします。テロンチャンネル出したのってそんなに多くなくて、最初はちょっと遊びでこの辺ですね、この脱皮してるところとか、これはカリフォルニアオオセセリってリュウゼツランの中にトンネル掘ってセセリチョウがいるアースセージュなんですけど、それのさなぎの取り方です。おあとで、もしあったらごめんなさい。ああ、そこへ食い込んでるって一感番じ。最初に、ほら、9年前に標本の作り方をアップして、2年、あとは、この大型セセリが、天使大変じゃないですか、これのやり方とか。あと、軟化は、3つ方法があるので、普通にタッパーに入れる方法とに、注射する方法と、あと最後は、電子レンジ使ったやつ、方法で。で、本当は、あれなんですよね。いろいろ思ってるんですけど、例えば、標本写真の撮り方ですね。白バック。あれは、まさに今やってるんですけど、やつなんですけど。コピースタンド結構でかいの使われるんですか？これはね、最高です。これは。非常に分かります。ここにカメラをつけて、コピースタンドの下にこの LED で囲んで、で、箱はこう置いてあるんですけど、箱の中にこの綿が入ってるんですよ。そうすると影が消えちゃうので。照明は4灯ぐらい使ってる感じなんですか？上下左右に。これね、いろいろ方法があってですね、最初この上のこの2本の LED だけで十分なんで、これ多分これでいけると思うんですけども、光の色の出方がちょっと変わるので、これ安いんですよね。この LED って20ドルなんですよ。2000円する。で、こう、グースネックでこうグリグリ曲がるんで。いかようにも、こう、調整ができるので。で、テザーって一眼レフとコンピューターつなげたんですね。で、写真撮ると、例えば今日撮ってたりすると、こういう写真が撮れるんですよね。これが素の状態ですね。だからちょっとこれ、見ると、綿が見えますね、これね。そう言われると、そうですね。そう言われると、そうですね。だからこれを、このレベル補正ってやつで、白飛ばしちゃうんですよ、グッと。できるところまで。で、色調整して、本物にちょっとできるだけ近づけて、これぐらいでいいな、っていうことで OK しますよね。で、あとここにもうショートカット作っちゃって、カットアウトっていうのがあって、これは何をするかというと、このバックグラウンド白をセレクトして、で、それで枠を作って、切り取っちゃうんですね、カメラをね。ですからこれをポチッと押すとこう、これでもうプテラモルトの画像ができちゃうんです。だから従来のやり方でいくと、それはすなわちこの、自動、何ですか、これでこう選んでって、選んでいくんですけど、で、ちょっとこれ選びきれないですけど、これ多分これですが、こう白いとこを選んで、で、それを今度、
選択範囲を反転させて、反転させて、それでイメージを切り抜き、まあ、これちょっと今、ここの辺が多分セレクトされたかったんですけど。で、こういうのをいちいち一回一回やってたんですけど、このアクションっていうところで、この今の動作を記録することができるんですよ。で、記録するともう毎回毎回同じ作業じゃないですか。だからもう白を飛ばすとこまではまあマニュアルでやって、これちょっと自動化できないので。で、その後この今買った後っていうふうに記録した作業をやると、今の一連の作業全部一発、一つのボタンできるようになるんですね。で、それをまああとは保存して終わりっていうことで。効率いいですよ。例えばこうパッパッパッってこうやってやって、これでこうやって、まあこれぐらいこう、実物こんぐらいかなと思って OK ってやって、カットアウトして、保存して終わりと。で、だからその代わりに撮るときに、ここがちゃんとまっすぐなるように、すごい、すぐ一番気使うんですけども、もうこう、おすすめです、このアクション。全然スピードが違いああ、ますそね。どんうどんどんどんですね。やっていく。切って貼ってやらないで済みますね。今もうこれだけちょっと固まっちゃったんで、これ全部ホームページアップしていかなくちゃいけないんで、ちょっとね、ちょっと溜まりすぎちゃったなって思う。これすごいですよね、これね。これご覧になったことあります？これ。これアポロスバですね。の遺伝の中に赤いもんがでかくなるやつ、異常があって、それをそのスウェーデンのゴットランド島でいるんですけど、ここまでならないんですけどね、ちょっと普通のアポロの薄羽よりちょっと赤いものが大きくなるやつなんですけど、それで、ね、フランス人が持って帰って、それを累代飼育してここまで広げたんですよね。よっここ広げられたなと思って そうですね。めちゃくちゃですよね、普通。よっぽど数買わないとできないですよね。コって言ってるんですけど、もともとのスタートはですね、自然の状態で、そうですね、この辺、ウィスコって言って呼ばれる異常型だったんですよね。これをだからあそこまで持ってったって。すごい。まあ、ですから、ちょっと、先ほどの動画での話もちょっと、これをちょっと動画でアップしようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、まだ、時間がね。すごいですでもあれね。ですよ。で、電子するときは大体バカスさんの動画を流しながら電子してますんあ、そうですか。あ、ありがとうございます。私も転職しなきゃな。もうなんか時間いくらあっても足んないっすよね、虫がね。なんか人間の寿命が80年、90年って無理ですよね。多分2000年ぐらい生きてもどこまでできるかわかんないっていうね。なんかそんな感じですね。いやー、でも、転送がね、私は苦手でね、カタゾウムシもね、なんかあっちこっち足が見ちゃって、なんかすごい残念なんですけどね。いまやあ、あまり完璧を目指さないようにはちょっとしてます。ありがとうございましはい、どうた。もありがとうございました。はでは、また、すいません。失礼します。い。